ジョアン・オリオル・グラシアは、スペイン王国カタルーニャ州タラゴナ県、カンブリス出身のプロサッカー選手。ジムナスティック・タラゴナ所属。ポジションはディフェンダー。同じくサッカー選手であるエドナルド・オリオールは、双子の兄弟。CF ・ポプラデ・マフメトでキャリアをスタートさせ、CF ・レウス・デポルティウを経て、セグンダ・ディビジョン B の CF ・ガバに移籍する。 2008年には同じくセグンダ B のビジャレアル CFB に移籍すると2010から11シーズンからトップチーム登録となった。2011から12シーズンはジョアン・カップデビラガイセール・ベンフィカへ移籍し、その後釜確保の失敗した影響でホセ・マヌエル・カタラと左サイドバックのポジションを争った。チームは2度の監督交代が起こる極度の不振に陥り、 18位となり、13、シーズンぶりに、セーグンダディビジオンに降格したが、オリオルは21試合に出場し、カタラをベンチへ、そしてシーズン後には移籍へ追いやる活躍を見せた。2013から14シーズン、CA オサスナのセーグンダディビジオン降格に伴い、契約を早期に終了した遺団。2014年8月4日、チャンピオンシップのブラックプールに移籍。 契約は1年でさらに1年間の延長オプションがつく。同月18日には兄弟であるエドゥアルドが加入し、チームメイトとなった。2015年1月18日、エドゥアルドと共にリーガ1の FC ラピドブカレストに移籍した。同年7月5日、セグンダ・ディビシオンの RCD マヨルカに移籍し母国に復帰した。2017年8月31日、 ギリシャのアトロミトス FC に移籍した。ありがとうございます。